はい、皆さんこんにちは。今回は、ゴーストリコンワイルドランズ実況していきたいと思います。殺された捜査官、知り合いか？友達だった。残念だったな。まああれですね、敵は要するにというか麻薬国家を作ろうとしてるから、それを叩き潰すみたいな。でも一番最初のオープニングを見た感じだと、悪いやつは悪いやつなのかもしれないけど、なんだろう、完全悪人って感じじゃない。自分たちの国を自分たちで作りたいっていう信念を持ってる敵みたいな感じがしましたね。マナウスからビジネスクラスで休んどかないとダメだろ。俺はバランコからヒッチハイクだ。お前はアルゼンチンのフフイからビリャソンまでバスの中で飲んでた。誰も酔っ払いには絡まないしな。道理でくせえと思った。ゆえにストーリーがちょっと楽しみですね。なんか噂は聞いてるわよ。モスクワのクーデター、本当に完全悪の敵と戦うって感じじゃない気がします。俺たちじゃないな、他のやつだ。都市伝説に実際会えるとはね。そうかい、うちの子に聞かせてやりたいね。存在しない人間っていうのは辛い？なんかグラフィックは結構普通だな。カレンボーマン、なんだろう、人間の顔とか表情とかに関しては普通って感じがする。どれほど割り切った考えを持っていても、感情を殺していたとしても、エルスエーニョだけは別。そう、エルスエーニョっていうやつが相手の一番最高上位のボス。こいつの宗教観は妄想癖レベルよ。質素と低層の誓いを立ててるってことは、欲しいのは権力なはず。これは CIA、DEA、JSOC の共同部隊で、私が常駐担当官。キングスレイヤー作戦へようこそ。現地部隊がいるって話だったわ。カタリス26ね。ユニダットとサンタブランカに抵抗している反乱軍よ。着陸したらリーダーのパックカタリに会う。ボリビア人はアメリカ人を毛嫌いしているけど、私たちは彼らの敵の敵になる。でも背中は絶対に見せない方がいい。兵士4人、あんたらが約束した援助ってのはこれか。一人死んだから、またアメリカ人を何人か送ってきたのか。何百人ものボリビア人が殺されているというのに、こんな数で何ができるんだ。アメリカ人はいないことになってる。ここにいるのは我が国最強の隠密作戦部隊よ。何百人もの兵士なんていらない。自信過剰という言葉は知っているか？パックカタリ、反乱軍カタリス26のリーダーよ。サンタブランカを崩すために協力することになる。なるほど。もう6年近くサンタブランカや腐敗した公務員と戦ってる。一緒にターゲットを。その暇はない。すでにアマルの情報を入手した。アマル見つけたの？彼はカタリス26の創設者よ。我々反乱軍はアマルの思想に基づいている。彼のボリビア農民に対する信念がなければ、サンタブランカや政府の腐敗に対抗する組織が生まれることもなかった。救わねばならない。援助してくれるなら君らを信頼するかもな。どこ助けに行くのか、まだわからない。だがこの地域にいるはずだ。そしてサンタブランカの幹部が場所を知っている。 ISA に連絡してもっと情報が集められるか聞いてみる。
まずはその幹部を探し出して私に情報を伝えて。イエスサー。何よりもアマルの救出が第一だ。居場所を聞き出すまでサンタブランカの幹部を殺さないようにしよう。このゲーム体験版やった時は結構どこに行ったらいいかわからないとかいうことになったけど、製品版は大丈夫だろうか。さあ仕事の時間だ。気合を入れていくぞ。正直バック語りに協力するのは気が進まない。反乱軍は犠牲者だけ出して終わることが。このトラックみたいに乗れるのか。お、乗れる。突き詰めればこれはアメリカ政府の方が。座席じゃねえ。そこら辺のいざこざとカルテルの打ち合いに巻き込まれる前にさっさと運転席だ。まずはサンタブランカの責任者を追跡してアマルを見つける。了解。ちゃんと左側から乗らなきゃならないようだ。俺が運転する。さっきのやつはどこ行ったんだよ。一緒に乗って行ってくれるんじゃないのか。あーこれ結構難しい。あ、もう乗ってるやん。いつの間に乗ったんや。これグラセフで言ったらこのまままっすぐ突き抜けていきたいけど、やめとくか。今度やってみよう。このグラセフとかでこのままショートカットして右側を通りたい。まあオープンワールドみたいだから、まあマップは相当お